はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、朝日のまずいね、前回レモン味のやつですが、今回は普通のね、無印味ということで飲んでいきます。多分まずいです。ね。2ちゃんのスレでですね、関係ないんですが、この焼酎ハイボールのね、いわゆる宝の焼酎ハイボールの方の スレが立ってるんですが、あちらはね、普通に美味しいっていう風に、まあ結構人気なんでスレ立ってたんですけど、これのね、話題になってて、これはもうまずいと。もうみんな口揃えてまずいと言ってましたね。あ、でも、レモンよかマシではある。なんか、まあ。あ、でも結構、焼酎の味、結構あれだね。するね。こっちはまだマシだわ。レモンの味がないからね。なんか焼酎の味がだいぶ来てて。で、まあ甘いんですけど、甘い焼酎みたいな味がするんで、まだマシだな。まあでも、まずいな。でですね、前回、コメントがありまして、なんかね、アルコールにはですね、前回、確か、カロリーの話したんですけど、アルコールには、まあ、カロリーが入ってるんですけど、これもね、47キロカロリーありますけど、アルコールのカロリーは、体には吸収されないらしいです。どうやらね。なんで実質ゼロと。アルコールカロリー。で、ググってみます。アルコールで本当に太るの？アルコール自体は実はそこまで高カロリーではありません。アルコールのカロリーは、血行の促進や体熱の上昇などに消費されて完全に燃焼し、体の組織にはならないと言われています。ああ、なるほどね。しかし、食欲が増幅され適量を守りきれずに暴飲暴食を繰り返してカロリーオーバーとなってしまうパターンが多いのが現状。ということは、まあ結局、まあ太らないと言われているということですね。なるほど。まあ俺いつもね、ここにね、週に2日は休肝日を設け、お酒に依存しないようにって書いてありますけど、週に1回、まあ1ヶ月に2回ぐらいかな、休肝日。多分1ヶ月に2回ぐらいしか休肝日、二回か一回だな。一日か二日しか多分休肝日はないです。本当に。
そう考えてみるとあれだな、すごいな。いや、多分、1ヶ月に1回、1日あるかないかぐらいだと思うね。ほぼ、俺、よくよく考えると毎日飲んでるもんな。ああ。よく考えてみると、いつも飲んでるわ。ああ、飲んでないとき、多分、あるのかっていうぐらいなんですけど。まあ、大丈夫なんでしょうかね。ちょっとわかんないですけど。まあ、ですが、まあ、カロリーとかの問題じゃなく、まあ、俺かなりガリガリなんで、ね、173センチで53キロぐらいかな、しかないんで、まあ、カロリー的には全く問題ないとは思うんですが、ね、まあ、お酒のカロリーとか書いてありますけどね。お酒のカロリー。俺昨日関係ないですけど、大瓶2本飲んだからね。ビール大瓶2本飲んだから、結構あれだな。なんかいろいろ書いてありますけど、あ、シャンパンが非常に高いですね、カロリーね。248キロカロリーだって、すげえな。まあ、あとカルーアミルクとかはね、まあ、ミルクですから。あと日本酒とかですかね。日本酒はかなりカロリー高いみたいです。あと、俺がよく飲んでるハイボールは73キロカロリーだから大してないですね。まあ、そもそもウイスキー自体にそんなに。まあね。まあカロリー気にして飲んでる人っていうのはまあそんな女性ぐらいしかいないとは思いますけど。ね。まあただ俺はつまみほぼ食わないんで、そういう意味であんまり、ね。つまみってのほとんど食わないからな。本当に。びっくりするほど食わないからね。まあ、そこが いいのかもしれないけどね。あ、ノンアルコールウイスキーが年内に発売予定だって。しかも年内って2012年の記事だぞ、これ。おいおい。もうダメじゃねえか。こういうの大概クソまずいから、ノンアルコール系はまあまずいですね。てか、うまかったノンアルコール系は多分ないです。俺の中で。ノンアルコールウイスキーっていうか、ウイスキーちゃうわ。
ノンアルコール飲料、一般的にビールとかね。あれって、まあ、うまかったもないですね。あとは、生ビールの大瓶一本が250キロカロリーだって。で、日本酒コップ一杯。まあ 200cc ぐらいか。で、200カロリー。で、意外にもウイスキーのダブル1杯。つまり 60cc。で、150キロカロリー。結構来るね。まあ、量的に考えると日本酒がかなりカロリー高い。まあ、米ですからね。米の、まあ、蒸留酒でもない。まあ、いわゆる、お酒ですからね。蒸留酒でもない。蒸留酒だったら当然かなりカロリーは少ない。米で、だったとしてもね。まあ、主にね、まあ、カロリー高いって言うと、やっぱ甘い、砂糖、イコールカクテル。まあ、カクテルはかなりカロリー高いと思います。当然。ね。なんだ。カシスオレンジとかね。多分カロリー高いんじゃないかな。わかんないけど。まあですが、先ほども言った通り、コメントでもあった通り、おそらくアルコールのカロリーはないんです。ただしその割り剤とかのカロリーはあるので、まあ結局甘いものはやっぱりカロリーがあると。まあそれに加えて日本酒。まあ日本酒って言ったらもう、だいたい度数が15度ぐらいでしょ、日本酒って。日本酒の15度、つまり 15% のはアルコールなんで、カロリーはないんですけど、75% の割合のところが、結果として、まあ、カロリーがあると。日本酒はま、米。米イコール、カロリーが高い。ということです。あと、ま、ビールとかもま、カロリーが高いっちゃ高いですね。日本酒に比べると、あれですけどね。あとは、あ、焼酎も高いですね、アルコール度数。アルコール度数じゃない。カロリーがかなり高い、焼酎。おぉ。ちょっと待てよ。これよくわからないな。でも先ほど、まあ、いや、コメントであったんですけど、アルコールの分のカロリーがないとすると、それを考慮しての日本酒とかっていうのはどうなんですかね。どんぐらいあるのかも知らないですけどね。あ、ありましたね。お酒では太らない？エンプティーカロリーって。お酒を飲むの時に気になるのはカロリーですよね。ビールの中、じゃあ、ビールの中ジョッキ一杯が200キロカロリーなんで、だいたいお茶碗一杯のご飯と同じぐらいです。ところがアルコールのカロリーは人間の体に蓄えられない。エンプティーカロリーだから気にしなくてもいいという話があります。すべて熱として発散されるのですが、
この話は本当なのでしょうか？アルコールのカロリーは蓄積しませんが、結論から言うとアルコールで摂取したカロリーは体内に蓄積されないと言われています。これはアルコールから摂取したカロリーを優先的に消費してアルコール以外から摂取したカロリーの消費を後回しにする。ということです。つまり、アルコールの摂取したカロリーは、他のカロリーよりも先に消費されるということでしょうかね。また、アルコールは高カロリーです。1グラムあたりのカロリーが7キロカロリー。炭水化物が4キロカロリー。タンパク質4キロカロリー。脂肪9キロカロリー。ほう。つまり、タンパク質よか、炭水化物よか高いのか。はぁ、脂肪と同じ近く。つまりアルコールは、のカロリーは蓄積されないとしても、そのカロリーを消費するまでの間。つまり飲んでからちょっとですね。飲んですぐ。からしばらくの間。は、他から摂取したカロリーを使わないわけですから。ああ、なるほどね。はいはいはい。そして結果的に余ったカロリーや脂肪となって蓄積されます。つまるところ、はい、アルコール飲みます。これはカロリーゼロです。まあゼロというかね、消費されませんというか、全部消費されるんで蓄積しませんが、これと他の、例えば唐揚げとかを食べると、唐揚げの、ね、カロリーは 100% 蓄積されるということでしょうかね。そういう感じでしょうかね。つまり、いわゆるアルコールを飲んで、つまり消費される順序的に、唐揚げ食べてアルコールを飲んだとしても、先に唐揚げを食べたはずなんですが、先に、カロリーが消費されるのが、アルコールのカロリー。そして、こう消費されている間、この唐揚げのカロリーが、まあ、残ってるわけですよね。使われないわけです。これが残ってるわけです。そして、はい。燃焼し終わりました。ね。アルコールのカロリーはなくなりましたが、はい、余ったカロリー。こちら、唐揚げのカロリーは 100% 堆積されます。蓄積します。ってことでしょうか。つまるところ、他に何かを食うと、もうその何かを食った分が 100% 蓄積されるということになります。はぁ、あ。なるほど。ただし、実際のところ、お酒では太らないっていうのは、まあ間違いないでしょう。酒だけを飲んでても多分太ることはない。のか？いや、それもそれで間違いか。ビールの中のアルコールの分のカロリーと、ビールの結局麦のアルコール 5% ですかね、ビールはね。5% の分は、のカロリーは、まあ 5% って言ってもまあ全部が全部アルコールですからね。ビール瓶、500ml のビール瓶の 5%、つまり25cc だよね。うん、25cc は全部、25cc 全部がアルコール。
そのアルコールの分の、カロリーは全くないと。ですが、残りの 475ml の分の、結局まあ、カロリーは少ないかもしれませんけどね。まあ、アルコールよりは多分カロリーは少ないでしょうけど。まあ、その分は多分消費されない。ね。しっかり体に蓄えられてしまう。やっぱりスナック菓子とかとビールを一緒に飲むと非常に、ね、カロリーが取れるということになりますね。エンプティーカロリーの本当の意味とは、栄養素をほとんど含まないカロリーのことと。エンプティーカロリーというのはカロリーがないという意味の方がしっくりきますが、それは間違った認識です。栄養素は空っぽだけど、カロリーはある。エンプティーカロリー×エンプティーカロリーの組み合わせにはご用心。炭酸飲料とハンバーガーを一緒に飲むと。食べると、ダメと。つまり、コーラとハンバーガーを一緒に食うと、もう、ダブルパンチということになりますね。もう、よくわかんなくなってきた。まあ、いいわ。知らん。どうでもいいんですよ。こんだけ長々と言ったけど、どうでもいいんですよ、こんな。俺、ぶっちゃけた話、カロリーなんて気にしたことねえから。悪いけど。この腕の細さですよ。この腕の細さ。ほら。ほら、これですよ。ほら。これですからね。自分のこの腕をこうやるともう、ね、届いちゃう。ね、指で届いちゃう。中指と、ね、親指が届いちゃうっていうくらいの、ガリガリなんでね。関係ない。この焼酎辛口ハイボールは、いや、案外ね、これはね、あれだったよ。まあでも、二つ星。案外飲めたけど、二つ星だな。よくよく味わってみると、やっぱりまずい。やっぱり、やっぱりまずいですよ。これは。さすがに。コクもクソもないだろ、こんなもん。コクなし。甘みは、まあ、それなりにあるかな。香りは、まあ、普通。まあ、おすすめ二つ星だな、これ。うまくない。けどまあ、レモンよかはマシなのは確か。1422です。ご視聴ありがとうございました。